こんばんは、ギタリストの小雪です。本日6月10日デビューシングルのグリーンウィッチをリリースさせていただくことになりました。そしてここビルボードライブ大阪は、私が小学生の頃トミー・エマニュエルさんのジャパンツアーで飛び入りで演奏させていただいたとても思い出深いステージです。そんな場所で今回演奏させていただけるというのはとても幸せだなと感じています。短い時間ですが最後までどうぞよろしくお願いいたします。では私の一番大好きなトミー・エマニュエルさんのオンリー・エリオット、そして、ここビルボードライブ大阪で当時飛び入りで演奏させていただいたレオ・コッケーさんのラスト・スチーム・エンジン・トレイン、2曲続けてお聴きください。Thank you.
ありがとうございます。次の曲はバルプルギスの夜という私のオリジナル曲です。バルプルギスの夜というのは、言い伝えでは年に一度ドイツのブロッケン山にある世界中から集まる魔女たちの祭りのことです。そこで決められる世界一の伝説の魔女をイメージして作曲しました。ではお聴きください。ありがとうございます。次の曲はトミー・エマニュエルさんのパパジョージという曲とザ・フィンガー・レイクスという曲を2曲続けて演奏させていただきます。お聴きください。
ありがとうございます、では次は私のオリジナル曲でフェアリーという曲を演奏させていただきます、この曲は私が13歳の頃に作曲をし、アコースティックギターの全国大会で入賞することができました。ピーターパンに出てくる、妖精をイメージしています。ではお聴きください。ありがとうございます。次の曲は、レオ・ゴッケイさんのザ・フィッシャーマンという曲を演奏させていただきます。ではお聴きください。
ありがとうございます。最後の曲は私のオリジナル曲でグリーンウィッチという曲を演奏させていただきます。この曲は2人の魔女エルファバとグリンダの過去を描いている、ウィケットという作品に影響を受けて作曲しました。そのエルファバが飛び立つ瞬間やその際のさまざまな、心情を私なりに表現してイメージして作ってみました。では最後の曲です。グリーンウィッチ聴いてください。最後までお聞きいただきありがとうございました。